罪を犯した悪を永遠の苦しみを与えることを我が姫なのだ。天罰を受けよ。天罰の聖剣。こんなもんだよ。コアが作動してる？けどこの高さ。どうするよ。時間がありません。吹き上がる精霊力に対して魔法陣を展開します。それに乗ってバランスを取れば無事に降下できるかもしれません。つまり飛び降りると。ってことはコアを狙うチャンスは一度か。行こう。みんなを助けなきゃ。ああ、他に手はない。なかなか度胸が終わりだ。見かけによらずな。お嬢さんはここで待っていますか。手を離さないでくださいね。では参りますよ。見えた、アルビン。だが、こう揺れちゃ。これなら気が利くな。旦那様。忠告を聞かず突っ走った結果がこれだ。ご無事で何よりです。ナハティガルはここに来ているのか。僕もあの男を問い詰める気で来たのですが、親衛隊に捕らえられてしまって。そうか。もうこんなとこ早く外に出ようよ。だな、長居は無用だ。危ない、下がれ。何こいつ。来るぞ、構えろ。こやつ、強力な精霊術をまとっています。こいつを生むのが奴らの目的か。でもなんだろう、この感じどこか。分析は倒してからにしてくれ。ピコハン、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 ピコハン。ピコハン、ピコハン、ピコハン、行って。ピコハン、ピコハン、行って。ピ
降り注ぐ元気のもと、ハートレスキャンドル、成長回帰リカダー、成長回帰リカダー、ピコハン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 、ヒポプレスピコハン、厄介なやつだったな。けど綺麗だったよ。自然に生まれた魔物ではないようです。もしかしてこいつは。はあ、ダメだよ。何のつもりだ。よく感じてみてよ。何？微精霊だよ。おお、これはすごいすごい。ありがとう。え？我を忘れ、危うく微精霊を滅するところだった。ああ、うん。さあ、カラハシャールに戻りましょう。皆大量にマナを吸い取られて相当弱っています。微精霊、綺麗だったね、エリー。うん、あんなの初めて。私もあんなに集まった微精霊を見たのは初めてですよ。じゃあ僕たちと一緒だね。はい、一緒です。ローエン、飛び降りた時手を握っててくれてありがとう。当然のことをしたまでです。私たちは友達ですから。はい、友達です。ジジイだけど、ローエン君もエリーの友達。子供のあしらいがうまいな。いえいえ、レディーの扱いに慣れているだけですよ。おまけにいい性格してる。よく言われます。だろうな。ごめんね、エリーゼ。また危ないことに付き合わせちゃった。大丈夫です。水くさいな。友達じゃん。本当か？ミラに付き合うのは俺でもしんどいぞ。だよね。ねえ、エリーゼ。この辺りでエリーゼが落ち着いて暮らせるところを探そうと思うんだ。その話は。また唐突だな。引き取ってもらうあてはできたのか？それはまだだけど。そんなの無責任。ああ、どうすんの。なんとかするよ。ミラとの約束だし。ミラとのね。
ま。僕は大丈夫だ。それよりこの人たちを早く病院へ。はい。徴収された民も皆命に別状はないようです。皆さん本当にありがとうございました。私からもお礼を申し上げます。ありがとうございました。みんな無事でよかったです。では私たちは行くとしよう。へっ、もう行くの？ここからだとガンダラ要塞を抜ける必要があるな。ガンダラ要塞ということは皆さんの目的地はイルファンですか？そうだ、あそこにはやり残したことがある。ガンダラ要塞をどう抜けるつもりなんですか？押し通るしかないかもしれないな。さすがにそれは難しいでしょう。僕の手のものを潜ませて通り抜けられるよう手配してみます。僕たちに協力したりして大丈夫なんですか？僕たち軍に追われている身ですし。もともと我がシャール家はナハティガルに従順ではありませんし、先ほど軍に抗議し兵をカラハシャールから引かせるよう手配したところです。これ以上軍との関係は悪化しようがないということか。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうぜ。無策で要塞に突っ込むより何倍もマシだからな。そうか、そうだな。では頼んでいいだろうか？任せてください。いろいろ世話になったお礼です。手配はうまくいってもしばらくはかかるでしょう。それまで滞在なさるといい。ロエ、君は彼らと共にいてくれ。彼、承知いたしました。ありがとうございます。はーい、またドロッセル君といっぱいお話できるね。そうね。今日はもうお疲れでしょう。部屋を準備させておきます。休まれるのならおっしゃってください。すまない、世話をかける。